おばんです。学校です。今宵はこちら、Land of Conquest という NFT ゲームやっていきたいと思います。11月の13日までテストバージョンが開催されておりまして、条件をクリアすることで Land NFT がもらえるらしい。そのね、Land NFT っていうのを持っていると、これからね、毎日トークンがゲットできるらしいので、こりゃ絶対にもらっておかないと損だと思い、今からやっていきたいと思います。はい、ログインができました。いきなり可愛いね、女の子が私のことをコマンダーと呼んでおります。まずはじめにパワープラントをどうにかこうにかしないといけないらしい。とクリックする。あ、何か建築しておりますね。そうすることによって何が起きるんだ？私たちは必要だ。また何かこれもビルドする。レベルアップ。コマンダーパワーが上がり、早く建てろと。せわしない街中でございますが、私たちは食料庫が必要。はいはいはい。食料庫を、何これ、街の外に建てんの？田んぼを植えていく。そして、このマークというのは、今、ちらっと見えたけど、めちゃくちゃ危険なマークついてたな。また、この田んぼを耕していき、こんなところで絶対田んぼなんて耕されねえだろってな。周りに水が必要なんだよ、お前ら。田んぼを舐めてんのかっていうのは、ちょっと置いときますか。これをクリックすると、なんで田んぼからパンができんだよ。これ小麦畑かこれ。稲作だと思ったらパンか。こっちか、右下か。コマンダー、私たちは探索することができる世界を。世界を探索するマップだと。マイベースがここでなんか気持ち悪い雲のやつとか、なんかいろんなやつがいるな。ここをクリックして、マッチ、あーこれ挑むことができるってことか。兵隊さんが出てきたよ。で、右下のボタンを押すと、自分の軍に帰ってきて、ウォレットを押す。なんかさっきのウォレットマークっていうのは、自分のウォレットアドレスとの連携でしたね。それじゃあ、あとは何をしていくんだ？そうそう、この真ん中にあるイベントセンターなんですけれども、まずその NFT をもらうためには、ここを最初にクリックしないといけないらしいんですよね。そして今私ここ31ポイントと書いてあると思います。このポイントが2500ポイントになることによって、そのランド NFT というのがもらえるらしいので、今から頑張っていきたいと思います。アーンポイント。これでなんかヒントとか書いてたりするのかな？あ、いろいろ書いてるな。これで地味に地味に貯めていく感じか。そして0から500と書いてあるので、1日マック500ということでしょう。このデイリーリワーズから読み解くに。じゃあ何をしていけばいいんでしょうか。まずこの30を押してみると、パワーとフードをゲットできました。あ、完成したものに関してはこうやって 100% ってついてんのね。これはまあまあ大変そうだな。だがしかし、上から順番にやっていくか。フードファクトリーブーストブーストしないといけないってこと？これか、ブーストワンデーってやつか。これをやるとコインは2コイン減って、あ、でもこれで半分できてるな。ってことはもう1回あのブーストを小麦にかけてやんねえといけねえわけだ。そうすることによって、今私は小麦畑が完成されたはずなんですけれど、ああコンプリートってなっております。こうやってミッションクリアしてポイント稼ぎして2500ポイントを貯めないといけないと。なるほど。おお、これで報酬がゲットできたので、今のミッションもクリアしたってことか。ああ、ミッションクリアになってます。この GoTo ってところを押すと、まあヒントみたいな、こういうことをしろよっていうのは書いてるんですけど、なんなんだかさっぱりですね。これアップグレードしろってことか。じゃあ250コイン払って、いやーでかいよ250コインこれで。おい、何も変わってねえぞこれ250って書いてるから250コインの話だと思ったら違うのかこれ。じゃあここら辺は何を GoTo、 あー、これは買い物したらいいんかね。じゃあ何か、これ経験値とか買いましょうか。ああ、買い物の効果はなんかあったようです。これもう残り4回買えばミッションクリアになるので、まあ適当にね、ここら辺のパン買ったりとか、これ VIP
ップ券買って、まあ、ここら辺もろもろ買っていきましょうか。これで5回買い物しましたので、これか、2ポイントゲット。うん、自利品だなこれはい、ということで今回このランドオブコンクエストという NFT ゲームやってみましたけれども、1時間ばかしで進んだのは72ポイントというところとなっております。なんかね、1時間ちょっとやったんですけど、全部わけがわからん状態でとりあえずやってるって感じですね。あとちょっと見てもらえればわかるんですけど、これ若干もっさりしてますよね。このマウスに対して動きがね遅いです。頑張ればこのランド NFT といって毎日トークンがもらえる報酬があるんですけれども、結構厳しいな、2500ポイントって。わけわからん状態で2500までいくって相当ですね。あと欲を言うんだったら、これパソコンというよりスマホでタッチしながらね、これレベルアップしたりとかやっていきたいなって思いました。あまりこの動画やってみたんですけれども、あまり見せ場がないって言ったところですね。このゲーム動画自体は短めに編集してアップでもしようかな。気になる方いらっしゃったら無料でプレイすることができますし、条件達成できたらランド NFT ももらうことができます。まあ、概要欄の方には公式の記事というのを貼っておきますので、見てみてはいかがでしょうか。私ももう少しこれちょっとやってみようとは思います。できることならその NFT というのは無料でゲットしたいので、やっていきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。NFT に投資をする際は事前にホワイトペーパー、ホームページをよく読んでから自己責任で投資をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。せばまた。